雪組、何の真似だ。達也、これに見覚えあるよな。俺のブレスレット、覚えがあるようだな。親父が襲われた現場に落ちていたんだ。俺じゃねえよ。そのブレスレットはドラゴンヒートのロッカーで誰かに盗まれたんだよ。そんなヨタ話誰が信じるんだ。じゃあついでにこいつも見覚えあるだろ。ハンカチ、知らねえ。俺のじゃねえ。今さら押せんだよ。とぼけんな。本当だ、本当に俺は何も知らねえんだよ。うぜえ、おめえは親父を襲う動機も十分なんだよ。勝てと思ってんのか。
組の連中は俺が茎を襲ったと思っているのか、誰かが俺を罠に陥れようとしているのか。このままだと戸田殺しも茎襲撃も全て俺のせいにされちまうぜ。何とかして真犯人を捕まえねえと。クソ達也。いたか、竹中。あそこだ。なんか若い奴らと話してるな。行ってくる。待て達也、いきなりはまずいだろ。ちょっと様子見ようぜ。俺には時間がねえんだよ。こんな表通りで騒ぎが起きて、他にも警察が来たら終わりだぞ。冷静になれ達也。
動いたぜ。とにかく後をつけてみるか。待ち合わせか。あれは次の対戦相手の蝶だ。なんだ、二人で拝んでやがる。誰かここで死んだのか。蝶と竹中は顔見知り。どういうことだ。くそ、この距離じゃ会話が聞こえやしね。竹中に直接ぶつかるより蝶に情報を聞くべきか。まあまあ、俺明日絶対勝つ、約束する。右京達也、何の用だ。竹中と何話してた。お前には関係ない、消えろ。そうはいかねえんだ、俺にも事情があんだ。こんなとこでやりたがねえが、喋らねえってんのは無理やり吐かすまでだぜ。お前はドラゴンヒートのリングで潰して初めて意味がある。ここでやっても何の得にもならない。教えてもらうまで逃がさねえぜ。なんならてめえの墓をここにして、その安っちい花でも飾ってやるよ。この花は俺のじゃない。じゃあ誰のだ。お前の女にでもやるのか。どうせブスなんだろ。ママのことを侮辱するな。竹中とはどういう関係なんだ。
竹中さんはあの事件以来お世話になってる人だ。事件？やっぱりなんか知ってんな。それ教えろ。うるさい！お前らみたいな日本人にママを殺されたんだ。殺された？ママ誰のことだ？そうだ、早く話しちまえよ。黙れ！そんなに教えてほしいか。なら明日リングに上がれ。俺に勝ったら教えてやる。でも俺は負けない。絶対に負けない。二度とその口聞けなくしてやる。偉そうなこと言ってさ、ピンクのチラシ配りやってんのかよ。お前に何がわかる。ぬくぬくと生きてきたやつに何がわかる。天馬。大丈夫か天馬。明日だ。明日がお前の命日だ。気をつけろ。あいつめちゃ強え。ぜ。ああ。でもあいつの目、え？昔のお前みたいだった。蝶のやつ誰に向かって拝んでたんだ。マーマってやつか。ここの更地で何かあったのか。そして竹中が追ってる事件、あいつ何調べてやがんだ。達也。おう。おい。
手回り、ここで待っててくんねえか。わかった、行ってこいよ。悪い、すぐ戻る。いらっし、あら、珍しいお客さんだわ。姉貴に聞きたいことがあんだ。せっかく来たんだからちょっとぐらいは飲んでいきなさいよ。俺はまだ飲めねえよ。そうだっけ。でも陰で飲んでんでしょ。まあいいわ。それで私に聞きたいことって何。チャンピオン街の外れにさらちあるよな。あのさらちがどうしたの。最近あそこで殺人事件があったとか聞いたことねえか。そんな話聞いたことないわ。本当か。本当よ。15年前に火事があってからずっとさらちのままらしいけど。15年前に火事。私も古いお客さんにちょっと聞いただけで詳しくは知らないわ。それがどうしたの。いや別に。そっか。もう行くの。うん、また来る。あっそう。兄貴いつまでそんな格好してんだよ。別にいいじゃない。そっちがそれでいいなら別いいけど。うん。姉貴は何がしたいんだ。お金儲け。次は玉のこし。次はそれだけ達成できりゃ文句なし。姉貴見てるとさ、なんかイライラすんだよ。なんか私だけが頑張ってます的な。何よ、いきなり帰ってきたと思ったらそんなこと言いたくて帰ってきたわけ。そもそも私は暴れて毎日暮らしてるあんたのためにどれだけ。分かってる、感謝してるよ。え、な、何よ。分かってんだよ。俺だって姉ちゃんが頑張ってくれんのも、今までの姉ちゃんのいろんな気持ちも。達也、ずっと分かってないふりしてたんだ。ごめんな。姉ちゃんごめん。金もねえくせに偉そうに言えねえけど、でも俺だってちゃんと稼いで少しでも姉ちゃんを楽にって気持ちは。いい、そんなのはどうでもいい。ありがとう。え？あんたがそういうことに気づいたのが嬉しい。そうだよね達也、お金より大事なものがある。なんか私も諦めかけちゃってたんだな。でも俺本当に金稼ぐ気もあるし。だからいいのよ。あんた基本的にバカなんだから、お金に走ったらまた大事なもの忘れちゃうでしょ。え？忘れないで。今日の気持ち、たった一つのことだけど、それさえあればそこから全てやり直せるんだからね。あんたしばらく見ないうちになんだか大人になったね。遅かったじゃねえか。すまねえ、いろいろあったんだよ。なんだそりゃ。右京達也だな。おめえら何者だ。俺たちのボスの処理のため、腕の骨の1、2本は確保してもらうぞ。お前ら孤狼会か。これは長の命令か。ボスは関係ない。だが明日の戦いに勝てばボスのママを殺した犯人がわかる。長の母親殺しの犯人が。新岡組長がボスのママ殺しの犯人を知ってる。そしてボスがお前を倒せば教えてくれることになってる。何？それにゆくゆくは我々がドラゴンヒートを手に入れるための大事な戦いでもある。そのためにもボスの勝利を揺るぎないものにする必要があるんだ。なんだと？ちょっと待てよ、俺抜きで何勝手に盛り上がってんだよ。雑魚は黙ってろ。誰が雑魚だ。やめんのも大概にしろよ。
死ぬよお前。えい、カモカモ。
気になってんじゃねえぞ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。達也、見せてみろ。達也君。うん、行くよ。孫から話を聞いた。怪我はないか？細かいこと気にすんだな。万全の状態のお前を叩き潰さないと戦う意味がない。ボロボロのお前に勝っても約束を守ってもらえないかもしれないからな。母親の仇の正体を教えてもらう約束だからな。そのやつ、余計なことを。でも話ができすぎだとは思わねえのか？二岡がまともに約束を果たすとは俺には思えねえ。関係ない。もしデタラメなら二岡組長を殺すだけだ。でもそれじゃあお前、ママの仇は必ずぶち殺す。だがな、俺が戦う理由はそれだけじゃない。何？お前は俺の野望のための生贄にする。お前を倒して俺自身の目的を果たしたら、二岡組長と組んでドラゴンヒートをこの手に収めるんだ。
俺はカムロ町のマフィアを仕切る、全てを手に入れる、トップに立つ。そのためにお前を倒して。なんだよそれ。なんだ敵討ちついでに野望も達成てか。笑わせんな。何を。そうか、分かった分かった。でも俺もお前には聞きてえことが山ほどある。試合が終わってからきちんと喋れるくらいの体力は残しておいてくれよ。対戦相手の蝶は強いわよ。鬼気迫る戦いで3戦3勝、全ての対戦相手は再起不能の重傷。前回のファイトなんてレフェリーごと半殺しよ。リング上で見せるギラギラした殺気はまるでここに来たばかりのあなたみたい。またそれか。そんなに俺に似てんのか。今はそんなことないよ。でも強さは殺気と関係ないって分かってきてるでしょ。ああ、でも気合までは抜けちゃいねえぜ。気をつけてよ。この勝負、蝶にもいろいろ事情があるみてえだからな。事情？どんな？自分の母親殺しの犯人探し、あとこのドラゴンヒートを乗っ取るんだとさ。え？まあいろいろと考えてるみてえだな。でもなんか違うんだよ。何が？蝶の気持ちもわかる。でも母親の敵討ちとドラゴンヒートを乗っ取ること、なんかそのやつの狙いがいまいちピンとこねえっつうか。おっさんよ、アドバイスは？ない。なんだ冷てえな。オンザヘッド。もう誰もこいつを止められないのか。ドラゴンヒート破竹の6連勝、カムロの巨竜右京食らいて覇王となるか。カムロの孤高なる狼、孤狼界ボス、チョーコーメさあ右京達也、この戦いに勝利し連勝記録を伸ばすことができるのか。超孔明が勝利しドラゴンヒートの新たなスターとして君臨することになるのか。地平度の上を這いずり回らせてやるよ。俺も負けるわけにはいかねえんだよ。いや、あるわ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 、あ
何の涙だ。お前みたいなガキに俺の野望が。ふざけるな。天国でマーマが泣いてるぜ。くそくそ。なんだ、そんなにマフィアのトップになり損ねたのが悔しいってか。違う。じゃあなんだ。俺は見失ってた。マーマに顔向けできない。バカだった。全てを失った。そうでもねえんじゃねえの。それに気づけりゃマシなんじゃねえのか。さあ今日は上がるか。やけに早いな。試合中にもう片付け済ませといたからね。あ、試合中？試合見てなかったのか。でも勝っただろ。おい、お前らちょっとひどくねえか。俺が最近調子いいからってよ。私は見に行こうとしたんだけど、先生が必要ないって。今のお前にはあの程度は敵じゃない。あの程度って結構、いやかなり強かったぜ。相手に重傷を負わせて3連勝中って話。確かにこの戦いにかける気迫だけで言うならわずかだが、蝶の方がお前を上回っていた。ならなんで俺は勝てて当然だと思ったんだよ。さっきお前さんが言ってた話だ。蝶が戦う目的だ。うん、母親の仇探しか。もう一つの方だ。ああ、ここを乗っ取るとかいう話。今回の勝敗はそこで決まった。肉親に関する恨みは怖い。しかし私欲が交わるんなら、それは目的が変わる。つまり拳の意味が変わる。拳の意味？そうだ。私欲のために使う拳は影の気をまとった殺人剣。かつてのお前もそうだ。だが今のお前の拳は違う。戦う相手のことさえ思いやることができる。陽の気に支えられた活人剣。人を生かす拳だ。俺の拳が人を生かす。お前最後の一撃に何を思った？目を覚ましてやりたかった。そして現に蝶は気づいた。お前の拳によってな。とはいえまだまだ未熟だがな。喋れる元気あっか？ちょっときついがな。その傷は試合でできた傷じゃねえな。これはさっき仁岡組のやつが来て。何で、例の母親の仇の正体は？あれはガセだったよ。試合に負けた俺のところに仁岡組の連中が大勢来て、散々痛めつけてくれた挙句、帰り際その中の一人がわざわざ捨て台詞に言ってったよ。そうか。俺の知ってることなら全て話してやる。何か知りたい？竹中に何を聞かれた？竹中さん、何も聞かれてなんかいないさ。何？じゃあ何しに竹中は来たんだ？ママに
花を手向けに来てくれたんだ。15年前の火事ってやつか。火事？違うね、あれは放火よ。ママ殺されたんだ。放火？なぜだ？その事件しっかり教えてくれよ。15年前、チャンピオン街一帯を再開発する計画があった。そのことで連日のように立ち退きを強く迫られていたんだ、登場会の連中に。登場会？だがチャンピオン街の顔役でもあった焼肉屋資金城の店主金光って人は強く抵抗した。資金城はマーマが雇われていた店だ。そしてある深夜、店に火の手が上がった。地上げに絡む放火か。で、やったのは登場会の連中か。警察もその線で調べたが、登場会内部のごたごたもあって捜査は難航。そのまま捜査本部も解散。結局犯人は分からずじまい。すると間もなく再開発計画も頓挫。そして事件自体、誰からも忘れられちまった。たくさんの人が死んだ。マーマも金光さんもその奥さんもパートの人も。マーマを殺したカムロ町のヤクザ、捜査をやめた警察、俺を嘲笑った奴ら、俺はこの国が憎い。そして俺は俺と同じような残留孤児3世を集め、孤狼会を作り、この国への復讐を誓ったんだ。居場所がねえんだ俺たちは。誰も助けてくれない。お前らには分からないよ、ぬくぬく生きてきたお前らには。夢なんて持っちゃいない、持とうと思ったこともない。だが強さには自信がある。だから俺だってプロボクサー目指したいさ。アメリカ渡って本場の総合格闘技チャレンジしてさ、金に余裕さえあればな。こんなリングでなんて戦いたくなんかねえさ。だけどその日を生きるので精一杯なんだよ。くだらねえな、悲劇のヒーロー気取りか。なんだと？てめえが何人なんかどうでもいいんだよ。関係ねえだろうが。お前に俺の何がわかる。いい加減にしろ。もしも金があったら、もしもあの時マーマが殺されてなかったら、親がいなくたってやるべきことはあるだろうが。金がなくたって大事なもんはある。自分の強さは信じてんだろ。人間一つでも信じられるものがあれば、そっからやり直せるんじゃねえのか。マーマへの気持ち、もう忘れてるのか。過去を呪う力があるなら、未来を望む力にしろよ。未来？竹中さん、忘れていた。ごめんなさい。竹中さんもその言葉を言ってくれた。眩しい言葉だ。お前、竹中とはどういう関係なんだ？竹中さんは15年前の放火事件を担当していた刑事さ。え？あいつ少年課だろ？当時は捜査一課だった。そうなのか。身寄りを失った俺によくしてくれたんだ。放火事件の時効が近いってことで最近連絡が来るようになって、昨日久々に会ったんだ。時効が近いのか。でも竹中は今少年課だ。ってことは部署が変わってもコツコツ一人で捜査してたってわけか。多分そうだろうな。竹中は放火犯の目処はついてたのか。いや、でも。でも？トタという男をいつも気にしていた。トタ？トタ？トタか？どうした？ちょっと見えてきたぜ。サンキュー。ああ。あんたこれからどうすんだ？やっぱりマーマが誰に殺されたのか突き止めたい。それがわからない限り過去を乗り越えられない。だから俺なりに事件のことを調べ直してみるつもりだ。そうか。俺もなんか分かったらあんたに必ず連絡するよ。ありがとう。パン屋を。パン屋をか。どうやら竹中のおっさんは俺をとっ捕まえるだけの死神ではなかったようだ。竹中は15年前捜査一課にいた。
そしてその頃起きた放火事件の時効が迫っていた。その捜査をコツコツやっていたんだ。戸田を追っていたのもそのことかもしれない。当然札の他の連中も戸田を殺した奴を本気で探す。一瞬犯人は久喜かと思ったが、その久喜も襲われた。おまけに現場には誰の仕業か俺のブレスレットが落ちていた。見えない影がまたたくさんいる。でも絶対に無実を証明してやる。戸田も殺されて久喜も襲われちまうなんてな。戸田は久喜の右腕だったが、久喜の利権を狙ってた。戸田は内通者の疑いがあった。そして戸田が死んだ。犯人は当然久喜だと思った。でも今度は久喜が襲われた。ここで訳が分かんなくなっちまった。で、長が言うには戸田は資金所放火事件に関わってた可能性が高いんだろ。ああ、竹中がずっと気にしてたっていうだけで可能性だけだけどな。ああ、15年前のチャンピオン街の資金所放火事件ってのがなんかいろいろと関わってるように思えてよ。なんで？その放火事件もうすぐ時効らしいんだ。そうなのか。今回の一連の出来事、戸田殺し、久喜襲撃、全てがその放火事件の時効間際の今急に起きたってあたりがな、偶然なのか。なるほどな。じゃあ戸田が殺されたのもそもそも達也とは無関係で放火事件に関わっていたのが殺された理由ってことか。ああ、そして久喜も何らかの形で関わっていたから襲われた。そう考えれば全ての辻褄が合う。でも全くの想像だけどさ。ああ、放火事件のこともっと詳しく長に聞いとくんだった。あとは竹中のおっさんに直接聞いてみるしかねえな。そりゃ危険じゃねえか。竹中はお前を疑っている。捕まっちまったら全て終わりじゃねえか。でもここまで来たら戻る道はねえよ。前に出て切り開くだけだ。おい、竹中の携帯教えてくれ。ったく、一度言い出したら聞かないのは変わんねえな。ほらよ。どうしたんだこの携帯。必要になると思ってな。お前の分一台契約しといた。どうせ久喜から渡された携帯しか持ってないんだろ。あれじゃ誰が聞いてるかわからねえ。プリペイドだから盗聴の心配もないぜ。悪いな。ネットで買ったやつだからな、足はつかねえ。困った時は俺にならせよ。ビシッと参上するからよ。ああ、サンキュー。気をつけろよ。もしもし、竹中だ。右京だ。右京達也、お前どこにいる？探してたんだぞ。今は言えねえ。なあおっさん、あんたなんで俺を追いかけ回すんだ？説明するまでもない。保護観察中のガキの面倒を見るのが俺の仕事だ。冗談やめようぜ。あんたが追ってんのは15年前の放火事件じゃねえのか？なぜそんなことが気になる？今度はだんまりか。誰に聞いたかは知らんが、まああれだけ逃げ回ってるってことはいろいろ察しはついているようだな。達也、お前戸田殺しで一家からマークされてるぞ。何？長楽周辺を調査してたところ、戸田が経営する闇金事務所にお前が入っていく姿を捉えた防犯カメラの映像が出てきた。そしてその事務所からはお前の指紋が多数検出されたんだ。殺したのは俺じゃねえ。確かにあいつをぶっ飛ばしたが、この間長楽の2階の窓に生きている戸田を見たんだ。つまりあいつは生きてた。俺の目に間違いはねえ。わかった。お前を信用するよ。あ？本当に信じてくれんのか？今はな。真実はいずれわかる。
それより、なんだ。お前の指摘通り、俺は戸田のことは15年前の放火事件で追っていた。やっぱり戸田が火をつけたのか。いや、そこまではっきりわからん。でもどうやら金光は放火事件の前から戸田に脅されてたみてえなんだ。聞き込みからやっとわかった。だから追っていたんだが。そこまでわかってんなら、その時点でとっとと捕まえればよかったじゃねえか。そうしようと思ったら突然戸田が行方不明になっちまって殺されちまったんだよ。うん、そっか。で、クッキーがやったのか。まあそう思うわな。だが今度はそのクッキーがやられちまった。俺もここら辺で訳が分かんなくなっちまったなんだ、何がおかしい。お前こそ日頃クキ組の連中とつるんでるのを目撃されてるぞ。何か知っているんじゃないのか。知ってたらおっさんに電話なんかしねえよ。俺が殺したと思っていた戸田は生きていて、その後誰かに殺された。もし戸田が放火の実行犯だとすれば、やったのは共犯者か、それとも放火を指示した別の人間が時効間際になってバレるのを恐れて口封じで殺したのか。でも竹中も結局俺と同じくらいの情報しか持っていないようだ。おい達也、いいか、とにかく下手に動くな。いずれにせよ相手はプロ中のプロだ。戸田殺し、クキー襲撃、それぞれの犯人は俺が必ず捕まえる。保護観察中のお前がこれ以上トラブルを起こすのはまずい。おとなしくしていろ。おとなしくしてろっつってもよ、おっさん以外の警察は俺を逮捕しようとしてんだろ。俺なりに当たってみる。なんか情報あったら連絡する。おい達也、ドラゴンヒートもあと3勝で自由の身だ。今捕まるわけにはいかねえ。自由になったら戸田を殺し、クキを襲って犯人を絶対に見つけてやる。さあどうやって探すか。